共通主神は、日本神話に登場する神である。日本初期のみに登場し、古事記には登場しない。別名は、岩井主で、最主神、または、伊波比主神と表記される。出雲国風土器や、出雲国造神菓市では、仏土師命として登場する。日立国風土器に出てくる、広氏と大臣とも同志される。香取神宮の祭神であることから、香取神。 カトリ大名人、カトリ様等とも呼ばれる。共通主神は、カトリ神宮を総本社とする日本各地のカトリ神社で祀られている。日本初期巻第1の第5弾の第6の一書では、イザナギノソンが火の神かすぐるトッチを切った時、トツカ県の葉から滴る地が固まって、天の安価のほとりにある岩群500個万弱となり、これが共通主神の祖であるとしている。 第七の一書では、カスグルトッチの地が五百個万石を染めたために、岩列神、根列神が生まれ、その巫女の岩頭女神、岩頭女神が、共通主神を生んだとしている。巻、第二の第九弾の本文も、共通主神を、岩列、根列神の子、岩頭男、岩頭女が生まれませる子としている。この周囲にも、共通主神、これ、岩藤女神の子、 今下宇佐国のかとり神これなりとある。仙台九字本義巻、第一によると、伊ザナギの村の県の先から飛び散った地が、ゆつ岩村に走りづくと、言われつねれつ神が出てきて、その子の岩戸男、岩戸女が、共通主神を生んだ。稲佐の浜、日本初期巻、第二の、第九段本文によると、吉原中国へ派遣された、雨若彦の死後、 高見結び村が初心を集めて、次に使わすべき神を決めようとしたとき、選ばれたのは、共通主心であった。すると、即日人の息子、武見一知人が進み出て、共通主心だけが大部で、私は大部ではないというのかと抗議した。こうして、共通主心に武見一知人を添えて、吉原、中国を平定させることにした。出雲国造人が子では、 高見玉命がスメラお孫命に地上の支配権を与えたとき、出雲神の塩素、天実ノル命が国土を観察し、再び天に戻って地上の様子を報告して、自分のこの天、エビストリーの地に、ふつどし命を添えて派遣したとされている。一方、古事記では共通主神が登場せず、思え謹慎が、 天王奪り神もしくはその子の竹三和の陣を送るべきだと天照大神に進言する。天王奪り神が竹三和の陣の方が適任だと答えたため竹三和の陣が後利線神を添えて吉原中国へあもった。出雲風土記能軍盾の縫号と山国里の城には普通都命が登場する。盾の縫号、軍家の東南十二里百八十歩なり。 普通の命、天衣し、盾の縫いひなをしたまいき。ゆえ、盾の縫いという。山国里と、軍家の東南、三十二里二百三十ほなり。ふつつと虫命の国回り座ししとき、ここに来座してみことのりりた、真開く、税の土は山津美ほ星とみことのりりた、真引き。ゆえ、山国という。すなわち、焦燥あり。共通主心は、 武見和知人と関係が深いとされ、両神はタイで扱われることが多い。有名な例としては、京都主神を祀る香取神宮と武見和知人を祀る鹿島神宮とが、利根川を挟んで相対するように位置することが挙げられる。また、春日大社では、京都主神が武見和知の神らと共に祀られている。これは、香取神宮、鹿島神宮のある上層地方が、 中富野氏の本拠地だったため、両者の祭神を勘定したものである。また、塩釜神社でも、共通主神、竹三和地の神が、塩土のおじと共に祀られている。共通主神の正体や神話の中で果たした役割については、諸説がある。神明の、フツは、刀剣で物が断ち切られる様を表し、刀剣の威力を神格化した神とする説のほか、フツは、 ふつふつと湧き上がり、震い起こすふつであるとする説や、神武統制で、武三和知人が神武天皇に与えた、二つみ玉の剣を神格化したとする説、物のべしの祭人であり、同族たしの系図にも、ふつが品質することから、物のべしの祖神である天の間一つの人の別名とする、説などがある。なお、仙台旧字本義では、共通主神の神婚の刀が、 ふつみ玉であるとしている。古事記では、竹見かずちのの大神の別名が、剣ふつ神または豊かふつ神であるとし、竹見かずちのの大神が中心となって、吉原中国平定を行うなど、竹見かずちのの大神と、共通主神が同じ神であるかのように記載している。ふつみ玉を祀る石神神宮が、物のべしの放塞者であり、勝武器子であったとされることから、共通主神も本来は、 物のべ氏の祭人で祖神であったが、後に台頭する中富の死の祭人である、竹三和知の人にその神格が奪われたとする説がある。一方、古事記編纂に中富の死の関わりが見出せないこと、アトリセン神が共通出身と同神と見られることから、古事記と日本書紀での扱いの違いは、主従関係の違いだけと見る説もある。ありがとうございます。